皆さんこんにちは。私たちの研究室では、私たちの生活に欠かせない火力発電や航空機エンジンなどで使用される耐熱金属材料の研究をしています。火力発電のタービンや航空機のエンジンはいずれも高温で作動しています。そこで使われる耐熱金属材料の強度がこれらの機器の性能や寿命を決めています。そこで私たちはこの耐熱金属材料の強度を高め、寿命を延ばすための研究をしています。金属材料を強くする方法を皆さんご存知でしょうか？金属材料の強度は、その金属が持っている微細構造と深く関わっています。例えば、金属材料には結晶の方向性が揃っている結晶粒、その中に含まれる種々の血管、合金化した際に出現する析出粒子、などの微細構造が存在します。これらのサイズや分散状態を変えることにより、材料の強度を大きく変えることができるんです。ですので、このような金属の微細構造がどのように形成されるのかを知ることが、金属材料を強くする上でとても重要になります。そして私たちが研究している耐熱金属材料では、析出という現象を利用して強度を高めています。析出と聞くと、皆さんは液体の中で生じる現象を想像するかもしれませんが、実は固体の金属の中でも2種類以上の元素が混じり合った状態から、陽質元素が別の構造を持つ粒子として生成する、いわゆる析出現象が生じます。この析出粒子が微細に分散し、かつその状態が高温で長く保たれる材料が私たちの目指すものです。そこで研究では、様々な元素を組み合わせた材料を自分たちで作り、析出の仕方や析出状態の安定性を電子顕微鏡を使って調べています。そして自分たちで作った材料の強度を実際に試験しながら、目指す材料を得るための方法を探求しています。金属材料は高校ではほとんど学ばない分野ですが、物理と化学が融合した興味深い分野です。そして私たちが行っている耐熱金属材料の研究は、皆さんの探究心を刺激するものであると同時に、今求められている脱炭素化社会の実現にも大いに役立つものであることをお約束します。皆さん、ぜひ材料の分野に進む道を考えてみてください。